西鉄700系電車とは、西日本鉄道天神大牟田線、太宰府線で使用されていた通勤系電車である。大牟田専用として1972年11月、2代目600系の最終製造車となる631から681編成と同時に製造された3扉通勤車である。後に登場した5線型に反映される4両固定編成の 試作車という意味合いが強く、製造は一本のみという少数車両となった。編成は 1M 方式を採用している600型に、対し、二両ユニット電動車方式の 2M に T 方式を採用していた。2006年5月8日付で3000型に置き換えられ、廃車となった。車体外観は600型と、基本的には同一であるが、600型は全車が、 運転台付きで製造されたのに対して、700型では編成中2両を運転台なしの中間車としており、中間車については600型をもとに新たに設計している。塗装は、製造当初は、当時の西鉄一般車両標準のクリーム色と、小豆色のツートンカラーであったが、後に5000型と、同様、アイスグリーンを基調にボンレットの帯を巻いたものに変更された。 また1977年には600型と同様に、全小灯、微灯の形状及び設置位置の変更、前面、側面上部への自動方向膜の設置が実施されている。車内の座席はすべてロングシートとなっている。また 600K631 編成とともに、製造後間もない1972年12月に、 冷房装置が設置されており、オウム多線発の冷房付き車両となった。定員は、戦闘車140人、中間車150人となっている。600系の後期車と同様、戦闘車は心臓当初から全面下部にスカートを装着した。台車は631編成同様のキロワットマイナス7、キロワットマイナス8となっているが、この台車の採用は、この2編成のみにとどまった。 制御方式は600型と同じく抵抗制御であるが、600型では一つの制御装置で4台の種、電動機を制御する 1C4M 方式であったのに、対して700型では一つの制御装置で8台の種、電動機を制御する 1C8M 方式とした。この方式は、後に登場する2000型や5000型にも採用されることとなる。終電装置は、西鉄の車両で、 初の下枠交差式パンタグラフとなった。大無田型から空701対も702対も703区704の4両編成となっている。形式は制御車が空700、中間電動車がも700である。600型と共通運用とされた。700系単独での普通運用が多かったが、時に600型と並結して6.7両編成を組み、普通の他特急、 急行にも使用された。7000系の増備が進んだことにより、600型と同様に定期運用がなくなり予備運用とされ、た形式が検査、故障などで運用から外れる際に運用に入るのみとなっていた。ありがとうございます。